ユシュタシアス著書の扉エウスタキウス、1500年か1514年1574年8月27日は、16世紀のイタリアの解剖学者、医師。アンドレアス・ベサリウスと同時代人で解剖学のパイオニアの一人である。1564年の解剖学小論などで知られる。サン・セベリーノ・マルケの出身である。1549年からローマで解剖学の教授となった。1552年に47枚の銅版画からなる解剖図を制作し、その一部をつけて解剖学小論を出版した。銅版画を用いた解剖図の最初期のものであった。腎臓、聴覚器、静脈、歯についての小論を発表している。すべての解剖図が出版されたのは1714年で、ジョバンニ・ランチ氏によってエウスタキウス解剖学図譜として出版され、その後も何度か出版された。中耳と咽頭をつなぐ耳管や下大静脈弁に名前が残されている。人体観の歴史、酒井達生岩波書店。ありがとうございます。